ウィーバー。特殊作戦軍とはゲリラや特殊部隊による攻撃への対処に任ずる陸上自衛隊唯一の特殊部隊。想像を絶する過酷な戦闘をくぐり抜け、特殊な訓練を受けた隊員で構成される少数精鋭の部隊。訓練内容、保有する装備などは一切公表されていない。はい、はい、始まりました。始まりました。はい、どうも現代忍者タグです。ニンニンピョンピョンピョンということで、引き続き、はい、今日はねちょっと突っ込んだ話ということで、はい、また矢川先生とそして颯太さんに、はい、今日は来ていただいて、サムネにあった通りイラクの話を突っ込んで聞いてみたいと俺は思っております。はい、まだあれね、颯太さんが特殊作戦軍に入る前ですね、前ですねの話なんで、だったらそれは少しお話できるということで、聞けるっていうことですね。はい、はい、ちょっとみんなも知りたいと思うんだよ、イラクのことを、ね、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、とまあ自分が特殊部隊に入る前の話になるんですけども、2006年ですかね、自分のイラクでの役割はですね、宿営地から外に出て車列を警護する任務についてました。あの装甲車の上にハッチがあるんですけど、そこから顔を出して機関銃を添えて警戒してたんですけど、走っている時にどういうことがあったかというと、街中の人が手を振ってくれるんですよ。日本人のことを現地の言葉でヤバニって言うんですけど、ヤバニグーってこうサムズアップしながら笑顔でやってくれるんですよね。そこが、まあ、イラクで一番大きかった自分側の印象に残ってるエピソードで、警戒をするよりも気持ちに応える、手を振って全力で応えるっていう風な関係性がイラクの人たちと自衛隊としてですね築き上げられてました。でそこで感じたことは後になってなんですけど、これが特殊作戦だな、何かというと民心を獲得してるんですよ。その結果何が起こったかって言ったら、自衛隊はイラクで一発も弾撃ってないんですよ。それどころか日本隊が帰る時にですデモが起こりました。どういうデモかというと、帰らないでくれ、まだいてくれ、日本人好きだからまだ残ってくれ、そういうデモなんですよね。ある時ですね、砲弾が宿営地に落ちることもあったんですけど、その後どういうことが起こったか、まだデモなんですよね。日本人の宿営地に対して砲弾撃ったやつは誰だ、やめろって、俺たちが守るっていうデモが起こったんですよ。日本人と現地の絆というか出来上がってました。これが日本人の強さだなっていうのを自分も心から感じてですね、後になって気づいたんですけど、あの時のあの関係性が特殊作戦だな、すごい誇りだよね。そういった誇れるエピソードって僕らテレビつけても知れないじゃないですか、うん、そうだよね、そうだね、報道ではやらないじゃん、はい、けど実際そうだったんだから、それがやっぱりこう誇りだし、まあ、そこも武士道につながってくるよね。歩容道家で、歩容道家です、歩容道家、殺して撃ってなんかこいつやればいいっていう、その個人主義じゃなく仲間になっていって同化していって、いい環境づくりとか手つなぐっていうのが悪いことじゃないじゃないですか。お互い文化共有して、そうなんです、こっちの文化も惚れてもらって向こうの文化も惚れてもらって、うん、すごくねいいエピソードだよね。うん、僕もその本当2ヶ月ぐらいあのアフリカを旅した時があったんですよ。その時に本当あ日本人だっていうことですごく受け入れられたのは、米だったりとかそういったあの日本の伝統文化をちゃんとこう教えられたことにより米を作れるようになった、俺今生きてるんだよ。やっぱ外に出てみて初めてその日本人のその誇れるエピソードっていうのを知るんですよね。だからこのタクチャンネル見て知ってほしいんですよね、日本人として自信を持ってもらいたい。それを聞いてあれも思い出したよ、リボンでね、はい、検事役やってた斎藤匠ね、はい、災害があった時に、うん、普通はさいくら支援しましたってあるじゃん、うん、じゃなくて、はい、災害地に行ってメディア関係なくで、うん、あのお手伝いしてるっていうことやってたんだよね、はいはいはい、それもやっぱ日本人らしいっていうか、うん、指導を持ってるっていうか、うん、だからこれ大きなことで言うと、今度は攻めない侍も多い、優しい、今の日本人はねちょっと優しくなったような気がする。海外からやっぱダメージを受けたら歯食いしばってやっぱ切り込むことも大事、逃げるんじゃなく強い日本人ってもう一度会ってほしい。今侍がさ少ないから陰と陽ってはよく言うんだけど、ね、陰の方のそのやっぱり相手と戦うっていう魂と陽の方のやっぱり日本人は優しい、強い日本人がいるからこそ優しい、これをたくさんがね、クリームサッシュの時から出したい、怖い侍を出したい、日本人が侍ってのは強いっていうのを見せながら、でも本人であったりするとやっぱり柔らかいじゃないです
強いからこそ弱かったらできないです、うん、できない。まずは個人の強さも必要だし、国としての強さも絶対必要なんですよ、うん、技術も絶対必要なんで、だからこそ多分たくさんはいつも危ない人呼んだり一緒にトレーニングして、やっぱそこが俺もよくここまでやりましたねって、うん、この俳優がここまで鍛えるってことはまずない、うん、で海外でさらにその映画を見た時にさ、おっクリームサシってやったんだ、うん、各世界中の特殊部隊たちに、うん、こういういい映画あるぜって発信をしてくれるってことは俺はねなんか大事で、一般の人にも発信してるけど各国できつくなってる人にも俺とかたくさんの映像を配信したい、これはビジネスないんだと、いいものをとにかく遠くまで発信したいっていうのがやっぱ発足だから、訓練終わってから何に出てあ今日ねえこういうことやったんだとかこういうことやられてるんだってありがたいなとか思いながらです。だからこそね、タクさんの方もこのね、タクティカルの方に一回舵取りを戻してと。一応ね、やっぱタクティカルチャンネルだからね、うん、面白くするためにね、アサシンっていう感じになっちゃうけど、うん、ね、ニンニンっていつも言ってるけど、あれはやっぱ日本古来の言葉だと、忍びからだ、うん、それで俺、ぜひ使ったらいいです、うん、ニンニンって忍び忍びって書くでしょ、狂気を心に隠すって書くから、そういうのを心に隠しながら普段平穏に生活しないといけないから、そこをたくさんはやっぱり役者として字で言ってるなっていう気が、俺のニンニンの意味やっと分かったんじゃない？そういうみんな多分今のであの登録者の方とか視聴者の方は分かったと思うんですけれども、ニンニンの意味がね、はい、ニンニンそういうつもりで言ってましたか？もちろん言ってました。刃を心に隠す、だって忍びだもん、現代忍者だよ、そう刃だから。すみません、ニャッチャン、ニャンニャンはどういう意味ですか？ぴょんぴょんね、これはあの、はい、本当に忍びとしての用語だから、もうそれは言えない。やってますね。やってますね。ニンニンってほら、ニンニンやってるんだから。ね。ぴょんぴょんやってんだから。すごい若い子たちにもぴょんぴょんって言えば、いきなり俺が出てきてさやるんじゃなくて、うん、いや今日こういうので行くからって言ったら、子供たちなんか、え、日本の文化ってこう。これで戦うのって言うんだけど、ね、ああいう感じの優しさっていうか、だからそうですね、うん、間口を広げる、うん、実際に小さい奥さんが見て、うちの子供がタクチャンネルにハマっちゃいましたっていうコメントも多いから、多いよね、そういうお子さんから突然の方まで見られる番組であると、そうそう、うん、一番もう一番上から一番若い子まで、はい、全員が見ながらそれでまた共有していってもらって、こ、ね、の振り幅は多分なかなかないと思う、ないよ、うん、なかなかないと思う、こんなのぴょんぴょんにゃんにゃん言ってるチャンネルに、うん、ソータさんっていう、うん、元特殊作戦部の方が出てくれるなんていうのも普段ないよね、ありえないですから、うん、その方たちにも届くっていうのが、うん、こう今こうやって聞けただけでもなんか嬉しいじゃん、ちょっと嬉しくないですか？そうで辛いさ、うん、ミッションの時の中で笑ってもらえる、ね、ずっと笑ってもらえるなんて、何やってんのよみたいなね、うん、嬉しいよね。最後はさ、特殊作戦軍の心得っていうか、ソータさんがさ用意してくれたやつがあるからさ、はい、見せていただいていいですか？うん、はい、まあ、ここに書かれているのは、はい、特殊作戦軍の武士道と言われるもので、読まさせていただいて、はい、お願いします。よろしくお願いします。1、確たる精神的規範、正義信念を有し、生死の別を問わずことにあたる腹決めをすること、臆せず行動できる勇気、気概とこれを維持する気力、胆力を鍛錬すること、ことを成し遂げる実力、知力、技術、体力を収容すること、言動を一致させ、真偽を貫くこと。特殊作戦軍の武士道です。ありがとうございます。この言葉を自分の指針にしたい思いから、現役を退いた後ですね、気持ちを忘れないためにこういうものを個人的に作って大事にして、またあの初心に帰りたいときはこの文言を見て自分を奮い立たして、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかたくさんに持ってきたんでしょ？あ、こちらよかったら。すいません、特選のワッペンなんですけど。 ありがとうございます、はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。出演していただき本当にこれワッペンいただきました。はい、貼っときますからね。はい、ありがとうございます。たくチャンネル通りに来いよ。嬉しいね。いや嬉しいですよ、こういう機会を設けて、ね、設けていただいて。稲川先生本当に、いえいえ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ソッツさんもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ締めようか。はい、
このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。そして坂口拓のインスタグラム、ツイッターの方のフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。